浪江、小高原子力発電所は、福島県南相馬市小高区及び、福島県双葉郡浪江町に建設が予定されていた、東北電力の原子力発電所である。本発電所の計画が持ち上がる、以前の1960年頃、福島県は原子力発電所の立地点調査を実施し、その候補地の一つとして、浪江町を挙げていたことがある。 しかしこの時は、双葉町、大熊町にまたがる地点に原子力発電所を建設することとなり、福島第一原子力発電所として運転を開始した。その数年後、福島第一の候補地において、用地取得に伴う保障が順調に進展する状況を横目に見ながら、再び町議会議員たちを中心として原子力発電所誘致運動が起こり、 東北電力も自前の原子力発電所を計画しつつあった。東北電力は宮城県小長川町にも原子力発電所を計画しており、これは後年小名川原子力発電所として運転を開始することになるが、浪江町の誘致運動は小名川と誘致合戦を行っており、1967年5月25日に浪江町議会は原子力発電所の誘致を決定した。 しかし、一般への広報については、配慮を変えたと反対派の座談会では指摘されており、最初に一般町民が誘致計画を知ったのは1968年1月5日に木村森江福島県知事がテレビで年頭挨拶を行った時だという。並江と小高の町民や労働組合、社会党などを中心に、並江、小高原発反対同盟が立ち上がり、さらに、 浪江川の立地集落、棚塩では1968年1月、地元農家のマスクラ・タカシラの呼びかけで140個の住民をまとめた棚塩原発反対同盟が結成された。問題点の一つは、当時の環境調査に放射能の影響予測が含まれていないと、火力発電の環境調査と変わり映えのしない内容であったことだという。一方で、当時田地区では、 自民党支持者ばかりであり、反対運動といっても社会党や共産党はよそ者であった。したがって自民党同士で分裂しての活動となり、その方針は原発には土地を売らない、町、県、電力とは話し合わない、他党とは協力しないとなった。しかし反対派は勉強を行い、マスクラによれば原爆といういわば悪魔から原発という、 お年子が生まれようとしていたという認識に至った。また、酒や女といったスキャンダル暴ロ合戦を賛成派と繰り広げ、東北電力が M 資金を利用して原発を建設しようとしている。石油枯渇論は CIA の世論操作による虚構、地域の委員関係者に東北電力から裏金が出ているという噂などを世に訴えたという。また、 原子力発電所を推進する県は1973年に開発公社を地元に設けて人員を常駐させ反対派の切り崩しを図った。気象観測等の設置の際、小高町の裏尻集落が賛成したため、億単位の協力金が集落にもたらされ、地域が賛否で分裂するなど反対運動から脱落するものが出る出来事もあった。 梨雄集落も賛成と反対に分裂し、その結果、原発賛成が多くを占める北梨雄と反対派が大部分だった南梨雄の二つの行政区に分かれた。しかし、当初1977年の着工を予定していた計画は毎年繰り述べされ、1982年の対談の時点でも用地買収率は24%に止まったという。 1970年代に建てられた当初の計画では、発電所施設はもっぱら、浪江町側にあり、冷却水取水方式は、福島第一、第二と同じ港湾方式で、原子炉のユニットは4基描かれている。発電施設の一定の周囲は、無人地帯とするため、一部が小高町にかかっている。マスクラは自身、町や地域で悪者呼ばわりされたと語っている。 浪江町では他の発電所の建設時に経済波及効果があり、宿泊施設、町による水道などの社会資本投資が行われたが、これは原子力発電所建設を見越した先行投資でもあった。このため建設の遅延は、これら商工業者に莫大な損失を強いるものとなった。原子力発電所の建設が進まない中、近隣自治体に新地発電所、 原町火力発電所などが建設されていった。1980年代末時点で反対運動は17名まで減ったものの団結力を高め予定地に共同投機をしていた。1991年、反対運動のリーダーであったマスクラは、毎年計画が繰り延べされていく状況を根拠として勝利宣言を行った。また、高木との対談で、 一番の味方は事故だと発言し、高木から事故が起こった方がいいってことになっちゃうもんなと、たしなめられている。なお、河北新報は2014年1月3日付の紙面で、棚地をの反対運動指導者が亡くなる直前の1997年2月までに共同登記をしていた土地を自らの名義に戻し、東北電力の意を受けた土木業者らに他の地権者らが、 東北電力と合意していた、買収基準価格の2倍以上の価格で売り渡していた、ことを明らかにした。その後も1999年の雑誌記事では、立地状況、改正環境アセスメントを考慮し、運んは2008年度を計画していた。その後、2007年の、成形人2007年7月号記事によれば、当時の東北電力は、産業需要の伸びが好調で、 最大電力も伸びが続いていたが、本発電所については、着工が2011年、運搬予定が2018年となり、さらに繰り延べされて、現在に至る。なお、2007年に建てられた2011年までの中期、経営計画によれば、経年劣化した火力7機の廃止、長期停止を決定しており、新規電源の開発を見据えていたが、その当面の代替は、 コンバインドサイクル発電を用いる仙台火力発電所4号機、新仙台火力発電所3号系列、上越火力発電所1号系列なども含めたものであった。2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震及び福島第一原子力発電所事故が発生。浪江、小高原子力発電所建設計画予定地だった浪江町。 南相馬市小高区は福島第一原子力発電所事故による警戒区域に指定された。この事態を受けて、浪江町議会は同年12月、避難先の日本松市で開催された12月、定例町議会で浪江小高原子力発電所誘致決議の白紙撤回を全会一致で可決した。この決議は原発を同庁に誘致する1967年5月の 決議を白紙撤回するものである。決議の中で東京電力福島第一原発事故により我が国の原子力安全神話は完全に崩壊したと断言し、事故は町民の命や健康を脅かし、暮らしや家族、心までも引き裂き、波への豊かで美しい自然と歴史ある風土を放射能で汚染した町民の暮らしと原発は共生できないことが明確に、 なったとしているまた、南相馬市議会も浪江町議会と時を同じくして、浪江、小高原子力発電所建設計画の中止及び、福島県内の原子力発電所を全て廃炉とすることを求める決議を全会一致で可決。これを受けて、浪江町町長,長、馬場優と南相馬市市長、桜井正信も浪江、小高原子力発電所建設を認めない考えを、 共鳴していた。2013年3月28日、東北電力は福島原発事故の影響で地元の反発が強く建設への理解が得られないと判断し、浪江小高原子力発電所建設計画を正式に断念して計画の取りやめを発表した。また、2017年1月31日には浪江町側の 約120万平方メートルの発電所用地を浪江町に無症状とすることが決定された。ありがとうございます。